ご依頼いただく、まあ、ほぼ9割は、利用関係のお客様。お客様のお客様を意識しながらやらなければダメなんでね。もご利用いただき誠にありがとうございます。はい、 T シャツですね。 T シャツをご依頼いただきました。着た時に右側の、肩ですね、肩にシミの付着がございます。ヘアカラー台がついて、ヘアカラー台ですよね、これ。昨日お客様が直接、はいはい、ご来店いただいて、はい、カラー台がついたということでお伺いしております。はい、白の T シャツですね。白地の T シャツに柄があるんですけれども、素材が 100% だと思いますが、綿100ですね。はい、綿100ですね。はい、綿 100% です。はい、それではまあ実施していきますけれども、ちょっと あまり踏み込んでお聞きはしなかったんですが、多分理美容関係のお客様だったと思うんですよね。はい、美容師さんとか。ヘアサロンさんだったとは思うんですけどね、多分そうですね、お客様の着ていた服を汚されたんだとは思いますけども、違うかな。多分そうと思います。その方が多いですよね。そうですね、まあ、ご依頼いただく、まあ、ほぼ9割はそういう、理美容関係のお客さんになってますので、弊社の方は、まあ、そういう前提で今回も、まあ、もしかしたら違うかもしれないですけどね、進めさせていただきます。はい、その際にやはりね、ちょっと難しいのはね、まあ、やはりお客さん、うちから見るとお客様は、そのヘアサロン様になるんですけれども、さらにそのお客様の、があるわけですよね。うちのお客様の向こう側にね、そう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 、美容院様のお客様、うん、だからやっぱりその求められるハードルというのは必然的にやはり高くなってますね。予期せぬ、お客様が自分でつけたんでしたらね、仮にシミ抜きをして完全に取れなくても、まあ、収まる場合が多いんですけれども、まあ、言ったら被害者ですよね。言い方悪いですけど、ですのでやっぱり完璧にして戻さなければならないという、まあ、なかなかねハードルが高いんですけれども、シミ抜きに対する、まあ、ただ今回に関してはまあ白地のお品ですのでね、まあ、多分完全除去いけるかとは思うんですけれどもね、うん、なかなかねそういうね背景もあってね、簡単にはやはりいかないかもしれないですね。はい、じゃあやってみますね。はい、事前に自分で処理されたとは言っておられましたんで、うん、薄くはなったって言っておられましたが、まあ、薄くなってもやはりこれだけ残ってるんで、うん、まあ、それほどやはりカラー剤ってね強くつきますんでね、まあ、ご家庭で落としていただくのはかなり無理があるんじゃないかと思います。これね、白い生地なんで、実はもっとね、簡単に落とせる薬品あるんですけど、結構ね、やっぱり作用が強くて、この真っ白な T シャツでしょ、うん、そういう薬品使っちゃうと、こういう白い服って、もともとの素材がこういう緑
風に白いわけじゃなくて、やっぱり白く見せる加工がしてあるんですよ。まあ、その作用の強い薬品使って、まあ、シミはあの簡単に落ちるんだけど、やっぱりそういうほら加工も同時に落としていく可能性があるんで、だからやっぱりちょっと段階しながら面倒でもね、徐々に落としていくことが多いんですけれども、まあ、どうしても最後の最後落ちないときはそういう抜き方する場合もあるんですけど、まあ、まずはやっぱり安全第一というか、まあ、念には念を入れてね、安全な方法で今やってるんですけど、もちろんさっき言った簡単な方法っていうのは色柄物に付着した場合は絶対使えない薬品になりますんでね。そうなんです。やっぱりそれは白物に使うものなんですね。まあそうですね。でも気をつけて使わなあかん。いや、まあ簡単には落ちるけど、この白く見せてる加工が同時に剥がれるんで、ちょっとシミを取った後黄色っぽくなったりとか、実施した部分が、ご家庭でもよくやりがちな失敗ですね。漬け込むはあれだけど、まあ、部分的にちょっとね、そう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 、逆にほら歌丸石鹸とかよくあるでしょ、ああいうのは逆にそういう増白剤をね、高濃度で付着させてしまうんで、それはそれでまた問題なんですけど、まあ、少なくとも漂白はやめた方がいいですね、ご家庭では。まあ、一応今やってる方法っていうのは白いものだけではなくて少々の色柄ものでしたら安全に取ることができる方法ではあるんで、まあやっぱり染みが取れてもね、他の部分が悪くなっていたんでは本末転倒ですし、まあ、先ほど申し上げたようにやはりお客様のお客様を意識しながらやらなければダメなんでね。はい、まあなんとか取れそうですね。はい、まあ、こんな感じでね、進めていきたいと思います。